おはようございます。釣り子 TV です。これ、いよいよ登場しましたね。ディスタイルのレゼルブビッグっていうことで、大きなサイズのレゼルブが登場。ね、早速一つ買ってきてみたんですけども、ね、こんな感じで見ると、まあ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 、サイズ感なんかもね、ちょっとわかりづらいかと思うので、いろいろなね、モデルと、比べたりね、大きさの比較なんかしながら、開封して見ていきたいと思います。じゃあね、早速開けていきたいと思うんですけども、まずねパッケージはこんな感じ。結構ね大きなパッケージなんで、まあ、釣り具屋さんなんかに並んでいたらね、分かりやすいんじゃないかな。あ、でけえなって感じでね、すぐ気づくと思うんですけども、ですね、カラーがですねホワイトシャイナーってね、こういう感じのカラー、レゼルブにね、あんまりなかったカラーなんで面白いなぁなんて思って一つ買ってみましたけども。でね、こっちにはね、各レゼルブがいますので、そこら辺ともね、比べていきたいと思います。じゃあね、早速開封していきたいと思います。じゃじゃーん。はいー。あはははは、でかくなってるんですね。こういう感じになるんだ。あ、でここの接続方法なんかもちょっと気になっていたので、そんなところも見ながらに行きたいと思いますけど、まず特徴的なのがこの透明の羽ですよね。この大きさで透明の羽っちゅうのはなかなかねないよなと思って、ここら辺がどういう感じになるのかね、実際早く使ってみたいなっていうところで、まあ羽の接続方法はこんな感じね。で触った感じはどうなのかっていうと、あ、結構硬いですね。うん、硬くてどうだろう、あんまり強くバチってぶつけたりするとね、ちょっとどうなろう、折れたりするのかな、強度的にはどうかななんて気になりますけども、こんな感じの、なんだろう、遊びがある。ね。で、頭周りは、こういった感じですね。このね、目が非常に大きい、ギョロリンとした目なので、ね、これがこう、ペタッと水面について、下にね、睨みを効かせるっていう、こういう風になってますけどね。ここら辺は、あの小さいレゼルブから変わらずですね。で、特徴的なのが、ここね、これ、こんな感じで一つのヒートンで、これまたね、結構ちょっとラフな感じでね、遊びが、こういう感じで、ある。こういった接続方法で、で、ここが V 字カットされているので、まあ、それで動きの大きさなんかをね、制御しているかなーなんていうね。まあ、こういうビッグベイトとかのチューニングでね、ここを削り込んで、ここの遊びを大きくするなんてのもね、よくあったりしますからね。より、なんだろう、ちょっと嫌かもしれないですけど、より後ろをこう、ね、ラフに動かしたいなんて言ったら、ここを綺麗にちょっと削ってみてなんて、チューニングもありかもしれないですね。俺はちょっとね、やんないですけども、まあ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 、そんな感じになっていて、で、フック、ね、これなんかちょっと独特ですね。あの、ポッパーとかよりなんか少なめの毛、フェザー。うん。なんかね、少なめなんですよ。針を最低限隠す。でもそんなに多くの羽はいらないよって、動きが抑えられちゃうからっていう感じなのかな。ちょっとねこう羽がね少なめに装着されている。まあ、例えばダッチなんかと正反対のね、あれはもうモッサーってあってね、だけどレゼルブビッグはこういう感じでちょっと少なめのフェザーと、まあ、ティンセルちょんちょんちょんって感じで、こういうセッティングになっております。で、腹回り。ね。こういう感じです。あー、で、これは、あ、周りはしないですね。ここが、なんだろう、猿缶になってるとか、そういうことではないですね。カチッとしている。ね。で、そっか、レゼルブシリーズで考えたら、初めて2フック搭載なんですね。
今までこっちの腹側ワンフックだけだったのがね、こういう感じで後ろにも針がついているよと、ここら辺もね変わってきたかなっていう。でオリジナルサイズと比べるとじゃじゃじゃん、こんな感じね、だいぶフロントのボディ部にこうボディすっぽり収まっちゃうぐらい、こんぐらいサイズ感が違いますね。これはまあ本当レゼルブのビッグだなーなんてね、感じがしてね、こんなもう全くね別物っていうぐらいですね。これと小さいサイズはなんかサイズほんのちょっと違いっていう感じだったんですけど、ここまでねボリューム感が変わってギミックとかも変わってくるともうだいぶ別物のルアーみたいな感じに見えますよね。で、ねよく釣れるこの超小さいレゼルブね、これと比べるともうほんと後ろにねこの後ろボディに収まっちゃうぐらいのそんぐらいのサイズ感ですね。これはだいぶどうですかねえ、サイズ感ボディの厚みからも全くね本当これまた別物っていうぐらいね、変わってきましたね。へえ、これは思ったよりレゼルブのビッグだからビッグって言ってもそんなにビッグじゃないかななんてね、雑誌とかいろいろ SNS なんかで見ていたら感じていたんですけども、手に持ってみるとあこれはビッグだわっていうね、そういう感じね。青木大輔プロね、ダッチなんかも好きだから、まあ最初はねあんまりダッチと一緒になっちゃうかなって、こういうねオリジナルな感じでねいろいろアイデアを形にしてやってきましたけども、やっぱりディスタイルでもダッチ風なアピール力のある何かっていうのが欲しかったんじゃないかなって、そんなのをねすごい感じるなっていうのは、ちょうど先日買ったニューカラーのダッチがそこに置いてあるんですけどもね、どういうサイズ感なのかっていうと、この大人気レイドジャパンのダッチと似た感じなんですよね。まあダッチより少し長いかなっていうね、大きいかな、羽の大きさもね違うし、まあ全然別物のルアーではあるんですけども、イメージとしてはこの人気のダッチなんかとね、似たサイズ感になってくるんじゃないかなっていうのをね第一印象ではね感じて、今実際にこう並べてみると、そうですね、ちょっとこのピンクで見えづらいですけどね、どうでしょう、似た感じかなね。あとは泳ぎがどう変わってくるかね、ここら辺が気になりますよね。早くね、まあちょっと梅雨の時期なんかこういう羽物とか釣りやすい季節の一つだと思うんでね、釣りに行きたいなとは思ってるんですけども、ちょっとね実際の動きはね実況動画の方でやっていきたいと思いますが、まあこんな感じでね、ダッチよりちょっと大きいぐらいのサイズってことで、で裏にね説明がいろいろ書いてあるんで、ちょっとねポイントを見ていきたいななんて思いますけども、ビッグインパクトってことですね、ジョイント構造採用、130ミリサイズのレゼルブが登場、ビッグサイズだけどフィネス、オリジナルジョイント構造採用でより複雑に滑らかに動きバスを魅了します。ボディ形状やレゼルブシリーズ真骨頂のオリジナルウィングも一度見直しブラッシュアップさせた、それがレゼルブビッグって使い方が下に書いてありますね。弱ったベイトフィッシュが水面でもがいているスローアクションを出すためのウィングバネですが、単に機能としての羽という捉え方ではなく、数匹のベイトが絡み合っている様を演出するというイメージ、シェイクによるもがきアクションだけでなく、ただ巻きでのバタバタアクションも可能、止めてよし、揺らしてよし、巻いてよし、あらゆる誘いができる食わせのトップウォータープラグです。レゼルブビッグではジョイント構造を採用、縦ジョイントにすることで、激しすぎないナチュラルアクションとテール側が下に下がることでフッキング率も向上ということで、下にね製造元ジャッカールって書いてありますね。そうだな、ディスタイルの
プラグってジャッカル作ってるんですよね。そうだ、忘れてましたけど、これね、そうだからまあ、ルアーの作りはね、そのジャッカルね、安心安定のあのね、ジャッカルが作っていて、そこにもうね、アメリカでも大活躍している青木大輔プロのアイデアがね、乗っかってるってことで、このサイズ感であればどうなんですかね、そのアメリカのトーナメントフィールドでも使ったりするんですかね。そういうのすごい気になりますよね。実際にね、大会の映像なんかね、見てね、あ、レゼルブビッグハマってるなんていうのね、見れる日が来るのかな。そんなのも楽しみだなと思います。あとね、じゃあね、重さの方も測っておきたいと思いますね。そっか、13ミリのボディになってるんですね。じゃあレゼルブビッグ、これは重さ何グラムでしょうか。32.5グラム。非常にね、使いやすそうなね、ミディアムヘビーぐらいからいけちゃうんじゃないですかね。ミディアムヘビーからヘビーアクションのロッドで、ワームザオなんかでね、そのままおーってちょっと付け替えて投げたりもね、しやすいんじゃないかな。ちょうどいい重さかなーなんて思います。で、オリジナルサイズっていうのが5グラムなんで、まあやっぱりここら辺はね、ビッグって歌うだけあって、だいぶね、こっつりとした重さにね、まさにビッグという感じだと思います。ちなみにこの小さいサイズは、あーね、ここからこう倍ぐらいの重さになって、そしてそれを飛び抜けて、もう倍どころじゃないですけどね、こういったね、こういう重さの違いがあるんですね。羽物なんかだとダッチなんかよく投げるよなんて方ね、まあじゃあダッチは参考までに何グラムぐらいだったかっていうと、32.2グラムって出てますけども、やっぱり重さ的にもね、ダッチと似てるのかなってね、32.3グラム、ね、うん、まあここら辺がライバルというか、まあね、いろいろと使い分けのね、基準になってくるんじゃないかな。これはね、本当どちらかっていうと、やっぱりナチュラルに静かにね、まあシェイキングっていうより静かに羽で水面を切ってね、でこの独特なフェザーと合わせて食わせにかかるっていう感じですけども、こちらはどちらかというと、裏の説明書きにもありましたけども、まあちょっとシェイキングとかによって、ここの可動部であるとか、ここがね、ベイトフィッシュが群れている様を演出するとか、投げてちょっとこうもがいてね、そんでただ巻きでも、ある程度の速さの早巻きなんかにも対応してくれるんじゃないかななんて期待できますけども、はい。というわけでね、ちょっとまあ開けてみてサイズ感の比較をしていくと、まあこんな感じでしたよってところで、あとはね、まあもうハイシーズンですから、その釣り場に持って行ってね、どんな感じかってね、どんどん投げてみたいななんて思いますけども、ディスタイルの中ではね、結構大型のルアーになってくるんじゃないかなってね、こういうルアーも出てきたっていうことはね、ビッグベイトなんかも気になってきますよね。ジャッカルが作ってるから、まあ、ビッグベイトとかも作れるでしょうから。で、青木プロって結構川口湖の真冬のジョイクロゲームとか、なんかすごい技いっぱい持ってるじゃないですか。まあ、ここら辺の大きなサイズも出てきたってことはね、なんかそこら辺のね、どうでしょうか、ディスタイルの大きなルアー系ね、がぜん気になってきますよね。これはすごいね、面白いね、いい出来なんじゃないかなって、感じました。でね、あとは各サイズとのサイズ比較で言うと、はい、こんな感じですよっていうね。はい、というわけでね、開封していきましたが、本日の釣り子 TV ね、こちらいよいよね、ディスタイルから登場した、機体の巨大なレゼルブ、レゼルブビッグ、これを開封してみてって、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。いやー、これはね、早くね、投げてみたいですね。はい。